もお疲れ様です。暗号通貨ファンの皆様、いかがですか？ ETF 承認してグーンと上がると思ったでしょ。いや、暴落してませんか？何日か前の動画で、もし利益を確定させたいなら今売りなさいっていう動画を撮ったと思いますけども、あの意味がだんだん分かってきたんじゃないかなと思うんですよ。もちろん今後もうちょっと中長期的に見れば、ビットコインをはじめとするアルトコインね、値上がりする可能性は十分あります。ただ今はこういった混乱の中で、何と言いますかね、 ICO バブルってのがあったでしょ。 ICO があれこれ流行って上場したらガクンと下がるみたいなね。あれを覚えてらっしゃる方は、今回の ETF 承認が手放しで価格上昇を呼び込むものではないっていうふうに気づいてると思います。まあ、前回の動画でもそういうことをお伝えしたつもりではあったんですけども、今ビットコインの価格見てみましょうか。1月13日深夜4時のビットコイン価格です。なんと700万円を突破したっていうふうにニュースが流れて、24時間後600万円を割ってしまうかもしれないね。もうドカーンと断崖絶壁のように下がってしまいました。イーサリアムはちょっと踏ん張ってますよね。イーサリアムは今後本当の潜在的な価格ってのがだんだんこうね、浸透してくるんではないかなと思いますね。まあ、とりあえず45万から50万の間に向かうんではないかなと思われます。で、その他の XRP っていうね、コインも人気ですけども、これはあんまり影響を受けずに80円前後で変わってないかなというところですね。それから私たちの体の、これはですね、ちょっと値段下がっちゃいましたね。まあ、80円台をキープしていただきながら、90円、100円に向かっていただきたいかなというところですね。年内100円を超える見込みは十分にあります。それが体のエラーですね。はい、そして、柴犬。いろいろと物議を醸し出しております。私が柴犬の話を出すときは、何の根拠もないと繰り返し申し上げてますんで、真面目にコメント入れても無駄ですからね。柴犬がどうだ、ああだ、できたかだって言ってもね、私はね、これね、宝くじやギャンブルのように買いましょうってお勧めしてるだけですからね。ついでに言うと、今まで、暗号通貨にご縁のなかった方も、柴犬だったらね、1000円とか500円とかでもたくさん買えますんで、ちょっと豊かになった気持ちがするコインということで紹介しております。さあね、今回ね、日本の未承認ビットコイン ETF がウィーブル証券で販売されたっていうのをご存知ですかね。うん、ビットコインが ETF 認可出されて、まあ、世界中でいろんなムーブメントがあるんですが、ブラックロック社といったらね、皆さんもご存知だと思います。ブラックロック社のビットコイン ETF、IBIT っていうのがあるんですけどね。こちらが特定口座で買えるっていうことが一瞬起きたんですよ。これ国内です。しかし、この注文っていうのは、後ほどですね、過去に遡ってキャンセルされてるんですよ。これは、金融庁の差し金があったんではなかろうかと思うんですけども、詳しくは分かりません。一時的に購入できることになって、ぐっとね、期待が集まった。そして買いも集まったんですよ。まあ、買いが集まれば当然ビットコインの価格って上がるじゃないですか。しかし、なぜかこれがね、購入決済がキャンセルされたんですよ。つまり、失望感と、それからキャンセルしてビットコインに集まった買いが決済されてしまってね、まあ元通り買ったことになってませんよっていう風なので、下落も起きたんではなかろうかと思います。あ、このブラックロック社のビットコイン ETF ね、 IBIT っていうのは結構ね、話題で買いが集まっていたんじゃないかなという風に私は想像するんですよ。で、それが未決済ということでキャンセルされたわけですから、まあこういう風なね、ビットコインの暴落にも直接つながったんではなかろうかという風に思ってますね。まあ、証拠は何もありません。ただこれぐらいしか今のところ暴落の原因が分かりませんのでね、とりあえず一つの情報として皆さんに届けさせていただきました。それではまたニュースをお待ちください。お疲れ様です。